結構変わりましたね。こんな感じにイメージ変に。すごいですね。結構変わりましたね。どうですか今日。こんな感じにやってみてどんな感じですか。正直な話でいいですよ。いや本当にすごい丁寧にやってくださって、本当になんか桜とかじゃなくて、はい、もう何でしょう、なんか日本のモデルとなんか足りない部分があったらすごい。じゃあこう怖くをしてみたいな臨機応変に対応してくださってすごい満足しています。こんにちは、札幌占い美容師の星野本です。今回ですね、ちょっとモデルさん癖毛が結構強いんですけども、そのような感じで、ちょっとシャンプーして自然乾かした状態でこういう感じになってますね。こんな感じです。なので、色もちょっと今オレンジっぽいのでそれを改善するのと、あと横が結構こう広がりやすいので、ちょっとブロック入れないとちょっとさっきの毛量は難しいのかなって気がするので、ブロックちょっと入れさせてもらって、まずねバームワックスつけてカットします。こちらバームワックスですね、ヘアリーのバームワックスをつけて切った方が、まあちょっと癖毛の場合は分かりやすいので、僕はそうしてます。ちょっとつけますね。これオーガニック系のものなんで毛量ですね、ここもわっていうのがちょっと気になりますね。はい、はい、モアが気になるときはテイクセリングかなと思うのでテイクセリング入れていきます。まず毛先のね、重さを取らないで、毛先の重さは多分取っちゃうとパーマのときパサついちゃうので、ここの量は取らずに中間、両刃のセリングなのでまあラインが出ないのと、そぎ率がちょっと少ないって感じですね。若干こっちに角度つけるぐらいで、まあこうやると結構大変なので、角度少し角度つけたらこのままこうするぐらいの感じでいいです。これをするとね、やっぱ持ちがやっぱ違うので、すぐボワってきっと癖毛が出てきて膨らんじゃうと思うので、まあこれを入れていくことによって長持ちするかなという感じです。意外とルーツセリング入れたら広がると思う方もいらっしゃるんですけど、入れ方が通常通り入れて、これでルーツセリング入れちゃうと、通常ってこういうことですね、これで入れちゃうと広がっちゃうと思うんですけど、このやり方でやると要は長い毛の重さで押さえてくれるので、そんなな, んないですね。横すらちょっとこのモデルさんが、写真のモデルさんは前下がりなんですけど、今、実際の今日のモデルさんに関しては前上がりになってるんで全くイメージが真逆なんですよね。でイメージは前下がりなんですけど、今前上がりにカットされちゃってますから、それをちょっと修正していくような感じですね。前髪のところは届かないので、そこは諦めるとして、バックの方を上げていくしかもうないんですよね。なのでバックの方をちょっと上げていって、まあ長さは足りないですけどそれに近くしていくという感じです。 R2 セニングで今切ってます。で T4 セニング使ってる方はこれ結構カチカチ何回もやってるんで、お客さんめっちゃそがれてるなと思うかもしれないですけど、取った量とかちゃんと見せてあげた方が、例えばここ綺麗にここからバリカンでつなげるとしたら、ここの点とここをつなげないとダメになると思うんですけど、そうしちゃうと坊ちゃん狩りみたくなっちゃうんで、まあ皆さん大体ねメンズ分かってると思うんですけど、まあ一回普通にこうここに手を当てるとこれアタッチメントになるんで、このラインが少し違うかなと思います。こういう方がいいと思います。今回は中の毛を出してマスクしてますから、マスクのところをカバーしながらこういうふうにあるで入れていきます。こういう感じですね、出して入れていく、こういう感じで、ちょっとこういう感じですね。こう、まあこれは僕は教えなくても大丈夫だと思うんですけど、こういうふうに持ってかき出すって感じですね。はい、これを倒して書き出せます。マスクしてても取れます。こういう感じですね。前に出して、
R2 セニング縦に入れてちょっと毛先のぼかしだけやります。ペンシルみたいに使っていくんですけど、このままこれあまり奥まで入れないでください、量減っちゃうので。毛先のこの揃ってるところをぼかす程度ですね。 R2 をこのまま入れてこういう感じですね。包丁と一緒です、こういう感じです。はい、それで束取ったらちょっと R 状にして、癖を R 状に収まった状態で、この場合は正刃です。逆刃でいつも使ってますけど正刃で使っていきます、ね。はい、でちょっと重さは多少必要なのでこのぐらい重さがあった方がパンを開けた時いいです。カットはもうねこのぐらいでいいと思いますけどね。これ一周やるぐらいですね。表面はねやるとこう短い毛できちゃって、ここのポイントがパンを開けた時に上がっちゃうんで余計なことしないって感じです。アウトラインだけやります。まあ一応念のため表面ギザ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 とやってはいかけていきます。はい、2枚ペーパーにするとちょっと中間接生しづらくなるので、はい、ちょっとロットを上げます。1個上げます。でこれできれば下から巻いてって、下ロットの下ですね、下から上の方にこうちょっと少し、ずらしていく感じですね。巻き方としてはロットの下の方から巻いてって、ずらす感じです。ここは癖毛っぽくなりそうなんでリバースの方がいいと思います。はい、あえてリバースにします。で、ロットの下、ロットの下側から巻いてって上にこう少し、まあね昔のスパイラルのやり方分かってる方は分かると思うんですけど、分かってない人はちょっとそういう風にやってください。ロットの下から徐々にこう上に巻いていくような感じです。ずらしていくというか、でパーマでこれね長さを長く見せないためですからね、そこがポイントですね。今回もうこの辺はフリーハンドで巻いちゃって僕はいいと思うんで、もう手で巻いてます。で R ピニングですね、ゴム跡つけないような R ピニングのためにこのツイストバンドしましたから、ここに R ピニングを入れていきます。これをギュッと R ピニングを入れてこうですね。はい、でこっちも、痛くないようにですね、ゴムかけの場所これ痛いですか？いや最初にゴムかけの跡をちゃんと考えておかないと、後でまた直さないようになっちゃうんで、こうやった時に痛いポイントとかがあるんで、そうならないためにもちゃんと自分で場所を考えておくんですね。ゴムかけをちょっと緩めにするとかですね、最初から強くしちゃうと結構痛いので、こういう感じに。で一回ですね、ちょっと巻きやすそうなところ、上のところで、あここ巻きやすいなと思うところでいいんで、一回テスト用に1個残しておいてください、ピンしないで。で大体今の段階でどこまでかかったかを、ちょっと把握します。ここちょっと見ます。これで、まあ、このままでいいんで、今かかってたんでこれ以上パーマ液強くする必要はないので、ちょっと根元のところだけこれをつけていきます。ただこれちょっと垂れる可能性があるので、ちょっと、ターバンを軽くします。はい、でこれ黒ゴムですね、黒ゴム、このままボンって黒ゴムで、でこの状態に、先ほど余ってる薬があるんでちょっとつけていきます。でなぜつけるかっていうと、これクリップしない理由としては、クリップすると、はい、そうしましたら、今中間水栓をして戻ってきたとこです。で中間水栓したので、ちょっとロットの状況を見て、今後考えたいと思います。ちょっとこの辺を見てみます。今日の感じからしますと、こんだけかかってるとさっきのイメージよりも結構かかってるんで、まあこの辺はもうアウトしちゃっていいかなっていう感じです。でアウトしてからデザインを作って煮え切って感じにしていくと、だちょっと強めにかけるぐらいの方が、ちょうどいいかなと。でこのぐらいだともう外しちゃっていいかなと思います。まあ、いろいろね、このドライングパーマに関してもいろんなケースをやっていかないと、対応ができないと思うんですよ、いろんな方がいらっしゃるので。なので、まあ、また、久々ですが、またまあタイミングがあったらあげたいと思います。まあ、ドライングパーマ自体がね、どこもやってないので、
結構武器になると思うんですよね。パーマってこれで終わりなんだろうなって大体思われちゃうので2台をつけていくっていうような感じにしてます。で流れ的にはこの後シャンプー台で、2台処理終わったらそのままもうカラーシャンプー台で塗っちゃいます。時間がかかっちゃうんで、これはもう頭皮ついても大丈夫なんで、もうしっかりね頭皮から、ちょっとやっといていただければ、あとはねちょっとシャンプー台でやっていきたいと思います。ですね、今シャンプー台の方で中和をしまして、しっかりシャンプー台の方でポンプの泡塗布します。で泡塗布したらシャンプー台の栓をしてお湯をためてタオルを使って何回でシャンプー台塗っちゃえば楽なので、結構作業効率も早いかなと。変わりますよね、はい、ちょっと眉毛のイメージが強いんで、これでもうちょっとナチュラルに髪の毛の色と融合されると思います。はい、濡れてる状態が、まあ、こんな感じです。結構ね耳に近くなったかなと思います。で青みも結構入ったんで、グレーっぽく色もなってますし、でバックの方はちょっと軽くしっかりこうかけて、でパーマでの前下がり、 最初言ってたパーマでの前下がりの感じは、出せてると思います。はい、カットラインにはちょっと長さが足りなかったので、パーマの前下がりはこちらこうラインがね出てると思うんですけど、はい、元々のスタイル自体が結構ウェットな質感なんで、そうするとねここの縦のライン作ったんで高さもこう出ますし、とにかくこの、テイクセニングによっての何でしょう、このボリューム感ですね、 A ラインを作れたっていうことが結構大きかったと思いますよ。この A ラインがあるかないか、これによって頭の形とかこの顔周りの表情っていうのがもう全て変わってきますから。でこれ前髪ね、これ結構伸ばし気味にしたんですけど、この当たりですね、これ以上かかってたらちょっと強いかなって。長さがあればもっとかかってていいんですけど、長さがないので、はい、で毛先にこちらムササビバームオイル、これをつけて、あとまあ普段は自然乾燥でいいと思いますね。でこれムササビバームオイルは毛先のニュアンスをちょっと毛先につけてあげると、根元つけないですね、毛先だけですね。ダイソン使ってる方、自然乾燥前もやりましたけど、自然乾燥するときないのでアタッチメントがこれですね、これを使います。これで自然乾燥できます。で暑いんでこれ真ん中に温度するとちょうどいいですね。風はマックス、はい、結構変わりましたね、こんな感じのイメージ。すごいですね、結構変わりましたね。どうですか今日、感じにやってみてどんな感じですか。す正直な話でいいですよ。いや本当にすごい丁寧にやってくださって、ああ本当になんか桜とかじゃなくて、はい、うん、何でしょう、なんか日本のモデルとなんか足りない部分があったらすごい、なんかじゃあこう小枠をしてみたいな臨機応変に対応してくださってすごい満足しています。そうですね、ちょっと長さがね足りなかったんで、そこはうまくこうやるしかないかなっていう。パーマでなんもだいぶできたかなと思うんですよね。でパーマかけることによって長く見せるっていうのも、パーマかけるのは短くなるってイメージなんですけど、パーマかけることによって長く見えちゃうっていうのも一つのトリックとしてありかなと思うんで、まあ矯正入れたりとか、そういう矯正みたいなアイロン入れたりとか、ちょっといろいろやってみたんですけどね、はい、でもそうするとこの鉢が張らないんで、自分でスタイリングしてもさっきの最初の頭ボワっていう感じにはならないんですよ。でここ閉まってるともともとここの彫りが深いん で眉毛も結構今日ねナチュラルにして彫りが深いんで、多分ここ鉢がない方が似合うんですよね、きっとかっこよく見えるんで、本当にめっちゃ。でも鉢あるとなんか日本人っぽい感じになっちゃって、あと眉毛のこのやっぱりあれですね、眉毛の濃さというか
それをやるだけでめっちゃ変わったかなって思うんで、はい、このね、あの感じでいけば、なんか特別抑えてドライヤーしたりとかはしなくて大丈夫ですか？何もしなくていいですよ、あの自然乾燥でいいと思いますね、あのまあつけた方がいいですけどね、まあ例えば簡単に言うとあのハードジェルとかスーパーハードジェルとか簡単に軽くつけてあと何もしないっていうのが一番簡単です。でハードジェルだと固まってもベタつかないので、まあ、今日はオーガニックのものしか使ってないんですけど、ハードジェルっていうのもありだと思いますね。スーパーハードのやつをつもう少量つけてあと何もしないっていうのが一番。お風呂上がりとかにつけて。お風呂上がりはねつけないですね。あの出かけるときとか朝起きて寝癖ついててもいいので、はい、寝癖ついててもその上にちょっとハードジェルスーパーハードジェルをつけてシャカシャカシャってやったらもう何もしなくていいです、はい、そんな感じです、はい、ハードジェルつけるとウェーブ出るのでそのままもう自然乾燥でもうこのシルエットになりますから、はい、はあ、そうですね。それで全然 OK。 あと後ろの方もちょっと後ろの方もカシャカシャってやってあげるとちょっとウェーブが戻ってくれるんでジェルつけると、はい、はい、それぐらいでいいかなと思いますかね。あとは何もやんなくてもいいんじゃないですか。はい、はい、ということで返信しました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。